紐の先端にコブを作るストッパーノットの結び方になります。パラコードなどでこのようなブレスレットを作る場合結び始めにまずこのように小さいループを作っておいて結び終わりでストッパーノットを結んで仕上げることでこのように ルーープにストトッッパーノットを引っ掛けて使うことができます。最後にストッパーノットで仕上げることで他にバックルなどのパーツを用意しなくてもパラコードだけで簡単に手軽に仕上げることができます。 まず結び始めに作るこの輪っか部分ですがだいたい長さが1 5センチくらいの輪っかの大きさにしておくとちょうどいいかと思います。そして結び終わったら紐の先端の方でストッパーノットを結んでいきますこのようなブレスレットの場合はまず結ぶ前に腕の大きさを見積もります。 どの辺にストッパーノットを結ぶか、位置を決めます。そうしたら、紐をこのように縦に2本並べます。まず、右側の紐は、紐の先端がこの縦2本の紐の、 下に重なるようにこのような向きで一つ輪っかを作ります左側の紐は紐の先端が上に重なるようにこのような向きで輪っかを作りますそうしたら上に重なったこちらの紐は右側の輪っかに 下から通します下に重なっているこちらの紐は左側の輪っかに上から通します左右の紐を真横に引っ張って引き締めていきます しっかりと引き締まったら、残りの紐は切り落とします。今回はパラコードを使っているので、切り落としたところは焼き止めをして仕上げていきます。まずはこの結び目の際のところから2、3ミリ離れたところで切り落とします。 そうしたらこの切り落としたところをライターカチャッカマンの火で炙って溶かしてこの金属部分のところを押し当てるようにして固めますじっくり炙ってじわじわと溶かしたらすぐにギュッと金属部分を押し当てます。 そうするとこのように焼き止めができます。反対側も同じように焼き止めをします。結び目の際から2、3ミリ残したところで切り落としたら、火でじっくり炙って、すぐに金属部分を押し当てます。 このようにしっかり固めることができました。これでストッパーノットの結び上がりです。実際に腕につけてみると、このような感じになっています。ストッパーノットはとても簡単に結ぶことができますし、バックルなどの金具のパーツがなくても、 パラコードだけでこのようにブレスレットを仕上げることができるのでとても便利です。是非活用してみてください。